まあまあお疲れ様ですね。まあプロだったらこれぐらいの厳しいレッスンは、まあ、当然といえば当然ですが、釘島さんが老けてます。がっさり老けてます。10年分ぐらい老けたんじゃないかぐらいの勢いです。そうそう、だからね、率直に言うと楽譜通りとか4ビートこうだとかイン2はこうだとかっていう理屈の文章の理屈の中で生きた方が楽なんですよ。うん、コードはこうだとか、その方が自分をさらけ出す必要もないし、そういうなアーティケーションなこともするやってるふりができるでしょ、うん、はい、そういうそのなんだ理論とかをいっぱいたくさん並べてくれてそれを調べたんだって言って、たくさん本読んでる人と一緒だよね。でもそれって人の話を一生懸命喋っても何も変わらなくて、しかも音楽理論って誰が書いたかわからんような話がまとまってて、なのそれっていう、どこからそれ引っ張ってきたんっていう、うん、ブログもそういう話よくあるよね。たった一つの話のブログをみんなが拡散するだけ でしかもその拡散してどっかから引っ張ってきた話をいかにも自分が喋ってますみたいなことをやるんだけど、まあ素人さんだったらわかるんだけどさ、そのよくある話で噂話をたくさん並べてるみたいな話なんだけど、何のその作り出すこともしないし、うん、ジャズの4ビート、まあそういうジャズの4ビートはそういうもんだって言うならいいけど、それってさ、近所のパン教室でコッペパン作ったらこういうもんでしたって言ってるのと何も変わらないんだけどって。うん、そう、うん、コッペパンってね、前もよくこういう食べ物の話はするけど、コッペパンってフランスパンから出たもので、それを日本人で商売したいからこんな硬いパン食べねえよな日本人って言って、うん、で食事パンっていう文化がないから日本って甘く作りたいんだよね。菓子パンが ベースだから日本は、はい、お米が主食だからね、パン食じゃないので、うん、だから甘くしてそこに辛いおかずを足すっていう形で、うん、だから日本人が初めてフランスの、まあ、コッペってクープっていう、ね、クープって意味なんだけど、いや切り取ったってフランス語なんだけど、もう少し名前とクーペになるのかな、車のクーペと一緒の意味なんで、後ろが断ち切れたって意味だから、そうそう、ああやってその商売としてねじ曲げて違うものを売る。カレーもそうだよね、ラーメンもそうだね、餃子もそうだね。中国の餃子は水餃子だから、焼き餃子はまかない用って言ってお客に出せないものを自分たちが食べるときにもう焼いといたらって、これ説明難しいんだけど、焼き餃子って何かって言ったら、日本で言ったらそばを焼いて食べてるのでしょうかな。そうやって言うと分かりやすいでしょ。そばって焼いて食べないじゃん日本で。それをもし外国人が焼きそばの代わりにそばを焼いてたら、なんでそば焼いてるの、茹でればいいのにって多分思うよね日本人。そうそう、うどんまでだろうねきっとね、日本人が許容できるのは。そうめんも多分炒めないんじゃないかな。多分です、うん、まあ炒める人もいるかもしれないっていう、スタンダードではないでしょ。そばもそうじゃん、スタンダードではないよね。だから餃子もそうだね、焼き餃子だスタンダードはないからね、アメリカ、本場の中国、本場っていうか変に言い方だけど、原産国の中国ではね、水餃子だから、はい、うん、だから日本の音楽って日本ナイズっていう言葉を使うはかっこいいけど、うん、勝手なことやってるだけだよね、うん、でだから日本で仕事をするなら勝手なことの中に生きなきゃいけないから、黒本買って日本人がやってる理論を勉強して、日本人が好む日本人のプレイヤーたち、だから政治になっちゃうね、うん、例えばライブハウスだったらそこの一番権威のある人がいいよって言えば、うん、仕事になるしって、うん、はい、うん、そんなバカな、まあ、そこでやっていくのはしょうがないよね、政治をしてお金を稼ぐってことをやっていくならどうぞだけど、うん、学校の教授もそうだよね、うん、本当の芸人なんかやってる人見たことないもん、うん、知識はいっぱいあるけどね、でもそれってケーススタディやんって。そうそう、勉強ってケーススタディやんね、他の人がやったことを一生懸命喋ってるだけの話やん本とかって、うん、はい、でウクペディアに書かれてたりしたら独自研究みたいな、でも独自研究って必要じゃんねと思っちゃうんだけど、うん、そうそう、でアメリカにやっぱり仕事した時に2つあって、やっぱりお金を取るための仕事、やっぱり演奏と、はい、うん、いやアートとしての演奏、でも何が違うかっていうと、やっぱり母国の芸術としてまだ
なんまあ、簡単に言ったらレジェンドが生きてたんだよね、僕がいた時は。そうするとそんなのお前違うぞ、何やってんだっていうふうに、日本ではとても常識なことが向こうではお前何来るとこでやってんのっていうぐらいのあからさまにダメなことだったから、うん、犯罪者みたいなことを感じに怒られたからね、てめえ、うん、それぐらい日本のやってることとアメリカのレジェンドたちがやってたジャズっていうのはもう別物すぎて、ジャズっていうのはおこがましいんじゃないのっていう、うん、でちなみに世界で仕事をするとみんなわかるみたい、それを。あ、うん、そうそう、それは中国で音響やってるって話も聞いたことあって、その人にも聞いたことがあるんだけど、はい、そしたらやっぱり、うんうん、日本はダメだって言って、うん、あれではって言って、うん、そうそう、だからどんなにメトロノームで練習しようがジャズをやってますって言った時点で、いや民族性のある音楽だからその時点で意味がないじゃんって、で何をもってジャズを言うんですかって話だから、だったらいいじゃん別にね、と J-POP でね日本のポップじゃん、うん、でも売れてもいないしね本当に困ったもんだよなっていう世界で、うん、だからクラシック、吹奏楽、ジャズ、この3つの 団体をあえて言うけども、これは今腐ってるから言うんだけど、全部腐ってるんだけど、一番分かりやすいところで、全てはダメだよね、勝手なことやってるから、日本ならではの、それを世界の常識じゃみたいなこと言われても、いや、あんた行ったことないやんって、うん、それこそ英語が喋れない人が英語ぶって喋ってるのがスタンダードだみたいな、それが常識だみたいなことをやってるのが今日本の音楽だよね。すごい恥ずかしい、とても恥ずかしい。それをまあじゃあお金なんだ、それどうぞって感じなの、お金だもん、うんうん、稼ぎたいんでしょって給料欲しいんだよねって、どうぞって、僕嫌だもん、芸術やってきたからアメリカで、うん、世界で芸術をやってきて、彼は本物のアーティストだって言われた中で、日本に来てお金のために一番大切なものを捨ててまでお金をするぐらいだったら、それこそバイトするって、バイトしたら一緒じゃんね、何が違うのって感じじゃんそれこそ正社員になった方がいいじゃん正社員がつまんない、いやそうかって、やってること一緒やん、何が違うのっていう、うん、まあただ楽譜通り弾いてるのがお金になるんだったらすごいなとは思うけどね、その給料もらえるんだったらすごい世界だなと思うけど、まあそのうちなくなってくよねそんなの。だって商売って本来は相手があって、相手が払ったお金でそこからお給料をいただくっていう考え方だから、音楽もそうだからさ、本来は お金を取るとなってしまうと、お金を払う側がいてそのニーズに対してこちらが出していくっていう世界になっていくけど、うん、そうすると大体男性で音楽やってるとほとんどよく分かるのが、あ結局女の子たちの見た目とかで選ぶ側を選んでるなってよくリアルに見るよね。この子たち可愛いよねとか言ってネットで写真見ながら言ってるからさ、担当者たちが、あまあそうだよなと思って、うん、だからそうすると男性で音楽をやっていこうとすると何かに気に入られないと難しいんだよね本来は。でも僕そんなの嫌だもん、うん、これが本物ですって言いたい、言えるから、うん、そうそう、せっかくだからそこをやれるんだからさ、